はい、こんにちは。今日も BF5 のオープンベータプレイしていきます。場所はコンクエストのナルビク。ね、まあ STG44 がね楽しすぎるんだよね。今日もこれ使って、この宇宙ほんと面白いんだよな。なんか狙ったとこに飛んでくからさ、ほんとなんかエイミング勝負的なね、もう遠くの敵でも合わせりゃ、ね、当たるんでね、楽しいっすね。このアイアンサイトのね、細い線に敵の頭合わせて撃つってめっちゃ楽しいっすね。このなんか打ち合いが楽しいってやっぱ重要だよね。なんかすごい楽しいっすわ。まあ、戦車とかね、飛行機とかも乗りたいなと思ったんだけど、今はちょっとこれが楽しいんでずっとこれ使ってます。で、突撃兵ね、他にもなんか M1 カービンだっけ？ M1 カービンとかいろいろ、なんかもう全部アンロックされて使ってみたんだけど、やっぱね、フルオートのね、アサルトライフルが楽しいんでね。まあ、これ一択だね、今のところは。多分製品版買ってもしばらくは STG で遊んでると思う。なんか看護兵の、なんか、スミオだっけ？スミオくんだっけ？なんかあれの銃カスタムすると、弾が50発になってすごいって聞いてたんだけど、外した。あれもね、一回使ってみたいんだけどね。ちょっとオープンベータ、時間にかおぉ、ヘッドショットされたっぽい。そう、時間に限りがあるんでね、なるべく STG を楽しもうと思って、他の武器は全然使ってないです。さあ、今回ね、ちょっとね、スコア1まだ取ってないんで、まあ、キル取るってよりはスコア1を目指して、立ち回っていきたい。で、なんか、このやっぱチケットね、消費のコンクエのシステム的には、まあ、取られてもいいんでね、相手の陣地を取るっていうのがすごく大事なんで、まあ、D をね、占拠しに行ってみましょう。で、D 占拠したら、占拠するとね、占拠ボーナスで、取った瞬間にね、ポイントが手に入るんで、それ目当てでプレイしていく。で、勝つね。勝ちたいっすね、やっぱり。勝って、スコア1位で勝ちたい。今のところ、取られてね、負けてるんで、こっちのチケットの減りの方が早いんだよね。どうしよう。これ結構きつい。うわぁ、マジか。これ負けるんだ。結構ね、近距離の打ち合いがよく分かってないんだよな。当たってんだか、BF って当たってんだか当たってないのかよく分かんないんだよな、弾が。なんか遠距離だったら分かるんだけどね、近距離いまいちよく分かんないですね。さあどうしよう。あー、D だね。まず、A を A 取ってくれてるけど、先に D を占拠したい。いた。それ倒して。おー、これ、敵じゃん。はい、ナイフ、スキャしていく。よし、D 入れ。D 入れ、D 入れ。よし、入った。なんだ、なんか取ったぞ。なんか取ったけど、わかんない。で、弾ゲットして。はい、早くもっと取っていく。おっと、後ろ。はい。D なくなったんで、D 選挙。これだね。今回ちょっとポイントでも1位取りたいんでね、スクワットリーダーになっております。自分で指示出してね、自分で動かしたいんで。さあ、これで、キャプチャーポイント200ゲット。そのまま、D に行く。で、D 取ったんで、あ、人来てるなぁ。あ、2人入ってきた。奥から入ってきてる？もしかして。あ、ちょっと、人数で負けてる。いや、味方、リスポーンしてくんないかな。お、味方リスポーンしてくれた。よし、いいね。これ大事。入ってきた。いる。はい。OK。じゃあちょっと B にね、指示を出して、B 取ってきてほしいっていう意思を伝えて、つかもう味方が取りに行ってくれてるね。指示出す前に行動してる。早い。さあ B のゲージを減らしてくれている。B 取ったら次 A 行くのがね、いいんだよね。で、そうだな。おー、マジ？うわ、S マインだ。S マイン食らったよ。スクワットメンバー一人生きてるんで、そこから生き返ってそのまま B を占拠かな。さあ、お、裏取ってるね。ここで湧きたい。チケット、いや、チケットまだ負けてるぞ。
さあ、湧いて。敵がいないんで、ちょっと降りて、弾だけ補充しに行きましょうか。で、弾を、ちょっとね、作るか。ここ。ここだけはね、ちょっと固めておきたい。このね、このナルビクのマップのね、B はね、私結構得意なんですよね。ここ結構連戦できるんで、ここだと。弾もあるし。ここにな、看護兵いたらもう最強。よし。で、じゃあ次はね、B。B 取ったんで、敵、ま、守った方がいいのかな。いてててててて。向かいか。対向から、撃たれてる。ちょっともう B 取ったら A 行きたいんだけど、もうちょっと見とくか。あ、いいね。いいね、いいね。この救急パック置いてくれてんの、たまんないっす。よし、じゃあ、ちょっと皆さん、一回下見とくか。いいか。もういいか。いないんだよね。いないんすよね。じゃあ、A に指示を出して、A に向かってもらう。ここがね、結構ね、辛い。下から上がっていくんでね、陣地的には上の方が有利なんで。さあ、まずこの中見て。あ、いるいるいる。どっかで行こう。裏から回るのが一番いいか。いた一人やって、まあ、やってないけど。もう一人。どこだ？いた。よし。リロード挟んで。後ろから。おお？二人やっていく。よーし、いいね。これで、A 取って。A 取ったら次そのまま、まっすぐ。あれ、なんだ、C か？ A の次ってなんだっけ？ん？ C だね。C、あ、でも、B 取られてるか。B かな。B 取られてんだったら B 取り返したいけど。B、B 行こう。うわ、やば。ちょっとまあ、このね、A 拠点にはね、プッシュがたくさんあるんで、はい、回復していく。A 拠点なんかいるぞ。いるぞ、どこだ？赤いのどこにいた？ちょっと後ろ。下から回ろうかな。さあ、D に指示出しをして。きついな。この距離、まあ、やれないことはないんだけど、等倍のアイアンサイトでやるにはちょっときついな。多いね、味方が援護してくれてんで、私もやりましょうか。あー、頭当てたっぽいけど、気のせい、当ててないか。お、人数比で負けている。どうする？入っていけるか？ここ入っていいのか？どこだろう？奥にいいのかな？ちょっと待てよ。味方湧いて、お、湧いてくれた。よし。おっと、目の前危ねえ。びっくりした。いいね。メタ。削っていく。おっと、危ない。はい。一人。危ねえ。入れる。まだいる。おい。投げていく。もう一発。あー、生き返したいが、ちょっときついかな。後ろから回ってった方がいい。ちょっと待って、こっちでね、湧いてもらいたいんだよな。ちょっとここで湧いてくれ。味方。いけるか。上も結構湧いてるな。お、湧いた湧いた。よし。行くか、したら。出て左にいるな。一応右向いて。おお、マジか、負けた。準備してたのに。ちょっと出方、クリアリングのカッティングパイの仕方が雑すぎたな、今の。もうちょっと、閉所戦闘を意識した視点の動き方を勉強しないとダメっすね。
まあいいか、B で湧いて、後ろから回っていこうかな。奥に？あ、ちょっと待って。奥にいるじゃん。ちょっと、やばい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 。奥におるやん。さあ、後ろから回っていく。こうしだめ打ち。うわ。つかライフ1だって。今のはね、良くなかったね。立ち回り的には。さあ、途中下車して、弾を補充していく。で、裏から、D を攻めていくぞ。おぉ、何これ？また S マインだし。何？流行ってんの？ここに S マイン敷くの。あそこが好きだからな。毎回 S マイン巻かれたらきついんだが、ちょっと見えないし。お、いいね、D。D 選挙し始めて。巻きたい。おー、ナイス。超ナイス。さあ、私はこの中に、入ろうかな。お、相手、何？すぐそこにいるの。今んとこなんかスコア1取ってる。この調子でね。今回スコア、つかまあ、あれか、もう D も ?D 取りたい。なるべく選挙、半分ぐらい選挙してるとこに降り立って。追い風、追い打ちを。よーし、ここで500ポイント。いいっすね。次どうしよう A かな。もう A しかないんだよ。 A と C か。まあ A の方が楽かな、個人的には。なんかあんまりね、家が多いところ得意じゃないんだよね。あ、いた。ちょっとあいつもっと危ない。下に潜ってあいつだけはやっておこう。裏取ってる。うわー、まだいる？結構いるな。まぁ、あ、ちょっと単独行動なんでね、死んどきましょうか。死んで、指示出している A の方に向かうのがいいかな。お、なんだこれ。あ、B か。B だな。B 取った方がいいな、これだったら。当てたけど。うわ、上か。うわ、きついな、これ。さすがにダメだ。B だね。B 行きましょう。もう一度。B を攻めたい。あ、待てよ。いや、でもいいな。B の方がいいな。B 取って A 攻めるっていうシナリオ。あ、一人？一人いるのか？どこだ？下かな？上にいる？そう！戦車戦車いるじゃん。あ、メディックじゃないか、これ敵か。いや、死んどこ。チケット的には結構余裕持って買っているんで、まあ、まだ逆転はされるよね、こんくらいだったら。さあ、次。いやー、D 取られたか。C、うん。車があるんでね。車の上で湧いて、D を取りに行きたい。いやー、これ。ここだと結構当てれないなー。おー。めっちゃ撃ってるでしょ。ダメだ。これ乱射しても当たんないな。お、当たった当たった。お。おー、倒した。奇襲で倒した。どうしよう、もういいかな。お、いた？あ、いるいるいる、めっちゃ見てる。うーわ、マジか。まあ、戦車か。どうしようかな、戦車いいかな。F も取られてるし。ちょっと、あれだな。このままだとまずい。ちょっと F。せめて F 一回取り戻してから。これ何これ、これいいよ。いい、使って。どうすんのこれ。はい。はい。
これ使い方わかんないわ。遠すぎてわかんない。どこ狙えんの？この位置的には使えないよね、今は。微妙。それって飛距離とか分かってる人はこっから狙撃できんのかな。適当に撃ってみるけど、まあいいか。ちょっとね、早めに飛行機さあ、F 取ってもらってるんで、そのまま D かな、したら D 取り返してほしい。さあ、D 行くんだ。みんな D を取り返せ。弾、ああ、これ良くないかな、これ狙撃されそう。これ意外と見てない。よし、到着。で、いた。はい、一人やってく。もう一人いたね、今ね。で、味方が来てくれたんで、早速、ここで、倒してく。よし、おわっと、二人やったけど、なんか頭抜かれた、体が。メディックいっぱいいるよ。助けてくれそう。おぉまずい。きついか。これなさそうかな。来れるか、来れないか。あー、クリティカルですだ。お、いいね。ここから湧くか。で、そのまま B ってほしい。ん？どこ？おぉ、寝てるじゃん。こいつ起こして、さあ起きろ。 B を取るんだ。なんか A ちょっと人入られてるけど、気にせず B へ特攻だ。なんかいるし、後ろ回ってさ、下から入っていきたいが、こう回ってね、こっから入って弾補充してみたいなね。お、いいね、いいね。敵もたくさんいるけど、ここね、上にいっぱい湧くとね、上と下でなんかお互いに動かないんでね、ぐったぐらなんだよな。先に動いた方が負け的なね。お、いいね、人数で勝ってる。人にグレーを巻いておく。さあ、 B 取ってポイント稼いでね。こんな感じでね、もう取られても気にしないでね、もうと、あの赤い敵陣をね、どんどんこうやってキャプチャーして、ポイント稼ぎまくるのがね、あの1位になるための秘訣なんで。まあ、ちょっとね、こういう風に敵が、取った後に敵が入ってきたら排除してもいいんだけど、あんまり長居しない方がいいです。なんで今回は気にせずに A の方へ進んでいく。さあ、味方がついてきてくれてるんで、赤点1人排除して、いた。よし。もう1人。あ、ちょっとやばい。見られてる。おーっと、終わった。完全に終わったし、今の。ははは。いける。見すぎだわ。ハンドガンだね、ああいう時はね。ハンドガンなんかあんま使いにくいんだよな、このゲームのハンドガン。当たんないし。よし。どうしようかな。味方がいるところから攻めたいが。いや、いい取るか。ちょっと方針変更。いいよ、取ってください。ヘッドショットしていく。さあ、二人目。これきついな。なんかめ、超いるんだけど。おっと、危ね。あ、倒したけど、やられた。3キルしてやられるみたいなね。ガタいないんで、そのまま死んじゃいましょう。うわ、いいから。あれか？ F 取られてる感じ。もしかして。結構激しいね。ここから湧く方がいいのかな？よし。A。お、一人になった。
チャージ。どこ？あの奥。おっと、スナイプか。はい、取った。どうしよう、C かな。ちょっとね、C 行こうかな。ほっといていい、A の後ろのやつは。C 取りに行って、ポイント稼ぎしに行きましょう。半々か、今。C 取って、E 取って、F 取って。で、また多分その頃には D とか B とか取られてるから、また D 取りに行くような感じだね。でこんな感じでぐるぐる回していけばね、結構効率よくポイント溜まっていくんで、1位取りやすいと思います。で、1人いる。どこだ？どこにいる？上か？わからん。いた！違う。全然味方なし。いた！よっしゃ、そのまま。そのまま E に行ってもらおうかな。さあ E に指示を出して。進軍していく。お、もう味方が入っている。すでに。ポイントが欲しいんで、やつかもういいかな。E はもう味方に任せて、そのまま G へ行きましょう。で、F も取ってくれてるね。もう戻るでいいかな。よし、さあ次 D。さあ D 頼んだぜ。おっと、目の前に。アシストか。よし、アタム抜いていく。なんかゲリラっぽいのが結構いっぱいいるんだよな。よし。いや、こんな、こんな感じでね、STG、サクサク敵倒せるから楽しいんだよね。見た今の距離、今の距離でもうサクッとね、5発ぐらい打ったら倒せるんですよ。たまんないっすね、このゲーム。もう STG ゲームでしょ、これ。もうなんだこれ、なんか取った。お、いて、どこ、後ろ。はい、STG にやられてしまう。まあいいか。あ、このスコアだとそうそう負けないな。さあ、お、いいね。車どこ向かってんのこれ。 D 取ろうと思ったけど、どうしようかな。一回ちょっと戻って、弾とかが欲しいんだけど。で、行くか。上から攻めよう、今回は。お、いいね。あ、ちょっと待って。ですよね。なんとなくね、分かってきたよ。打ち始めてね、もうダラダラ打ち続けてるとすぐカバー入られてやられちゃうから、もう倒せなかったら諦めて走った方がいいんだよな、こういう時。生存率が高い。やっぱね、打ち始めたら倒すまで打ちやめないから、そこを疲れるんですよね。お、終わりかけの音楽が鳴り始めたぞ。さあ B に指示を出して、走っていく。弾ゲッチュ。めっちゃできる。上かな。またエスバインか。これ今回3回引っかかってるな、俺。あ、引っかかしてくれた。助かったぜ。エスバインに3回引っかかる。スクワットリーダー、毎回助けてくれ。上にいる。上にいるやつ戦ってくれてっかな。さあ、下に降りてきてないか。ちょっと裏から回って。おっと？マジか。あ、そっちか。結構遠いな。え、A からの援護は確かにきついんだよね。弱い。B 攻めるときに A から援護されるとかなり厳しいもんがある。ただな、D
B 攻めた時に A に人がいるっていう状況ってな、結構もう押してる状況だから、あんま気にしなくていいかもしれない。さあ、弾と、回復剤を。いて、どこ？あ、まっすぐか。すでにいた。ははは。超やられてるよ。メディックこっち来る気あるか？ないかな？なさそう。さあ、さっさと回していきましょう。残り A と B だけ。なんで、どうすかな？まあ、B の方がね、個人的に攻めやすいとは思ってるんだよね。さあ、ここでおもむろに飛行機に乗っていく。飛行機からちょっと途中下車して、どっかに攻めようかな。一応ね、お、後ろ？ちょっと俺撃つよ、したら。ほら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 。逃げてった。お、なんか壊れたと。感覚がな、わかんねえな。ちょっと遠いか。あれは遠いっすね。いや、飛行機のとこの家とかがもうどうでもいいオブジェに見えんな。一応あん中入ったりして戦ったりするんだもんね、道だって。スケールが変わるわ。いや、このなんかやっぱ雪のね、ステージ好きなんだよね。この FPS ゲームにおける雪のステージ、楽しいわ、俺。雪国に住んでるっていうのもあんのかもしんないけど。ほなに、熱持ってリロード？おー。いや、前向きたいな、どっちかっつうと。なんか後ろ向いてんだけどさ、前向きたい。後方銃弾なんかあんま倒してねえな。おっと、なんとか1保ってるぞ。さあ、ここから湧いて。どうしようかな。D と、D 行く必要あるか、これ。いや、A 行った方がいいな、どう考えても。A 行こう。もうなんか、取られそうな、ね、陣地とか、どうでもいいっす。相手の陣地をひたすら取りに行く。私は略奪者だからな。さあ、赤点が見えるんで、近くに敵がいる。さあ、右向いたところ。なんか入って。さあ、占拠しに行くぞ。おー、奥にいる。よーし、この豆粒みたいなやつをタップ地で倒していく。もう超楽しいんだけど、これ。はい。あ、やば。くそー、しゃがめばよかった。誰か直してくんないかな。怪我してんだけど、俺。ちょっと味方頼むよ。怪我してんで、ね、足痛いんだよ、俺。あ、つうか、もう終わったし。あ、終わったかな？俺が死んで？おー、ビクトリー、勝利っすね。193対0チケで、勝ちました。で、スコアの方が？わ、ベストスクワットには入ってないな。まあ、今回ね、どっちかっていうと、キルよりはね、スコア1位取ることを目的に動いてたんでね。まあ、なんとかね、多分1位取ったでしょ。さっきの時点で1位だったし。で、ベータでね、結構やりましたね。はい、アサルトスコアベスト。で、スコアボード。ああ、1位だね。結構ギリだったけど、どっちも1位取りたいんですけどね。なんかもう、製品版ではそれを目指して頑張っていこうと思います。